チャオ、あちゃんです。今日のあちゃんちの晩ご飯は鶏ももの焼肉のタレ炒め、日本食券の宮殿のタレ、中辛辛口で炒めてみました。では食べましょう。チャオ、あちゃんです。今日のあちゃんの晩ご飯は、鶏もものね、焼肉のタレ炒めやねんけども、今日ね、動画があってのね、数日遅れてんだけども、5月25日、スーパー耐久のね、富士ラウンド、富士24時間耐久レースやってるんですよ。だから、ね、ちょっと今見てんだけどね、これちょっとね、おばあちゃんは鶏、焼き鳥丼にします。ここにね、これを乗せて、これを乗せてね。こっちご飯入れた方がよかったかな。お茶碗が小さいな、まあいいや。8時となりました。アイドル晩御飯の時間までなんだではいただきます。今日ね、富士で24時間レースやってんのよ。だから今ちょっとスタートしてから5時間目、いただきますか。タレちょっと甘いな。青春名物、水なすのぬか漬け。水なすあんまりね。うまい。焼き鳥どうやね。今日も一日ね、疲れたね。プラッと出かけていて、で、プラッと立ち寄ったお店で洗濯機を衝動買いしてしまった。買い、なんだな、取り置きしてもらった。見た、ロニングで5時とロニングで、ね、家の洗濯機がね、100キロぐらいあるのよ、ドラム式。2階から持って降りられへん、持っとって思っとった。うちの階段狭かったからね。だから、ね、ここの配置もね、置く場所ギリギリ。だから
もう諦めた。いや、いいの使っててんけど、買ったパナソニックのね、7キロぐらい、7点何キロの洗濯買った。5.5 キロの中国製って安かったんやけど、ロリータ洗うからおうちクリーニングがついてやつ欲しかったね。よかった。ロリータとかメルフとかね、コスプレはアクロンでおうちクリーニングやらなあかんから、アクロンで何回でもいいけどな、マグで洗ってもいいけど、耐久ですね。今ちょうど5時間ぐらい、夜間走行やねんけど、耐久レースは面白い。24時間はちゃん出たことないか知らんねんけど、なんかそれとかってやつって美味しいね。スーパー体験を見ながら晩ご飯には、最近あんまりレースの生でほど頻繁に見てないの、だいぶレースでも冷めてね、まあ一回みたいなと思うけど、でもやっぱりねスーパー体験と耐久レース面白くないんだけど、あとルマンとかね、スパとか、まあ、F1 見てないもんないし、で、GT もね見てないもん、GT 見てないからやってないの、なんか権利があるんやろ、有料放送も見てないんだけど、で、今度ね見えてないから、でもスーパー大輝はね YouTube でライブやってくれるし、結構アップなので面白いね、あー気持ち悪いだね、主催ばっかりになる自分の放送ちゃんと喋れって言われるねオクラと
オクラとネギ。鶏ももにね、どんぐりにすると美味しいね。今日はとりあえずということでね、まあゆるりとそうした。で今日はねレース三昧でスーパー耐久を昼3時からやってんだよ。24時間でね、明日の夕方3時まで、いや昼3時までレースやねんけど、富士スピードウェイで仙台宮城のスゴーサーキットでバイク、JSBC でスーパーバイクやってんだけど、それのサポートレースの ST 戦に推しのライダーがいるね。今日はバイクのレースと、今日はバイクは予選やったよ。明日決勝に、ね、なっちゃん推してるライダーが10位やったから、ね、予選スゴーは苦手らしいんだよ。まあ頑張って10位はまあまあなかなか頑張ってんなと思ってね、そんなに応援じゃないしね。鶏ももの焼肉のタレ焼き、焼き鳥丼です。美味しかったです。ごちそうさまでしたっていうことで、今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ってみたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこの回見てくれたら嬉しいです。あっちゃんはこの後、スーパー耐久のレースのねライブ引き続き見ていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ってみたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、甘いもの食べよう。